ステファのザッキローリは2011年現在のデビアンプロジェクトリーダーであり、2010年4月にスティーブ・マッキンタイヤーからその地位を引き継いだ。彼は2001年にデビアン開発者となった。2004年のイベントリニックスタグへの参加の後、彼はデビアンコミュニティとプロジェクト自身へより活発に参加している。ザッキローリは2007年にボローニャ大学にて博士号を取得し、 コスドクとしてパリ第7大学へ移動している。彼は欧州連合のマンクジープロジェクトに GNU、Linux Distribution のマネジメントにおける複雑な問題解決のための形式手法の適用のため参加している。技術的視点に立つとザッキローリはデビアンでは主にオブジェクティブキャンル関連のパッケージングを行っており、また彼は品質管理チームの一員である。 2011年4月のプロジェクトリーダー選挙にも再選を目指し彼は出馬した。立候補期限までに他に対立候補は出なかった。同年4月16日、彼はプロジェクトリーダーに再選された。ありがとうございます。